ヘッドラインニュース、ニュースキャスターの春です。今日のニュースをピックアップ。今日はスタジオを飛び出してニューデイズの精霊祭会場に来ています。今年はなんと30年に一度の大精霊祭の年、あの伝説の神獣ヤオロスが降臨するということで、会場は異様な熱気に包まれています。ヤオロスと戦って勝った者は幸せになれるという言い伝えが残されており、ヤオロスとの戦いに挑戦する人たちで会場は大変混雑しています。このレースでトップを取ればヤオロズに挑むことができるか。面白い。よっしゃみんな、俺たちも挑戦してみようぜ。ヤオロズに勝った者は幸せになれるという伝説があるらしいですね。美しい女性と遠麗なひとときを過ごせるということ、すなわちそれが僕にとっての幸せ。ヤオロズレース、興味が湧いてきましたよ。ヒューガの動機はともかくとして、ヤオロズは30年に一度しか姿を現さない。そんな神獣と相まみえる機会を逃す手はないな。それじゃ決まりだな。はーい、グラールチャンネル5ニュースキャスターの春です。あなたたちもヤオロズレースに参加するのですか？その予定だが、私たちに何か用か？大精霊祭の観客にインタビューしたところ、あなたたちのチームが今年のヤオロズレースの優勝候補ナンバーワンとして注目されているんです。私は伝説の神獣ヤオロズをリポートするためにあなたたちに同行させてもらうことにしました。どうです、優勝する自信のほどは？心強い言葉が飛び出しました。さすが優勝候補と噂されるだけはあります。これはリポートする甲斐がありますね。おっと、このファンファーレは。いよいよ大精霊祭の恒例行事ヤオロズレースが開始されるようです。30年に一度しか行われない一大イベント、この記念すべきレース、どこのチームが優勝するのでしょうか？みんな準備はいいか？ええ、いつでも。おう、任せておけ。よし、優勝を目指していくぜ。you
なんかさ、こうしてみんなで一緒に冒険するのって懐かしいよな。確かにそうですね。今はお互いがそれぞれの道を歩いていますからね。初めて二人に会った時は、なんと出来の悪い奴らだと思ったものだがな。グラールの英雄とガルム社の代表、そのお二人が昔は出来の悪い人だったんですか？これは追求する必要のある情報ですね。ちょっと待ってください。出来が悪かったのはイーさんだけで、僕はエリートでしたよ。フェーバーさん、そこのところはどうなのでしょう？ああ、まあ、もう昔のことはいいじゃないか。あの時は俺も若かったってことだよ。イーさんは若かったという言葉では片付けられないほどの型破りだったと私は記憶しているぞ。そうですね、確かにグラールの危機を救うほど型破りだったのかもしれませんね。どうしたんだ？あ、いえ、皆さんもインタビューしていて、口では荒いことを言い合っていますが、本当は心の底から信頼し合っているのが伝わってきたので。はあ？信頼し合ってるとか別にそんなんじゃねえし。そうですよ、僕はただ正直に話しただけで。ではそういうことにしておきます。ああ、もう昔の話はやめやめ。そういや、気になってたんだけどさ、祭り会場で八百万ってみんなが言ってたけど、八百万って一体何なんだ？え？八百万レースに誘ったのってイーさんじゃないですか。八百万も知らずにこのレースに誘ったのかい？いやなんか面白そうだったからさ。で、ヤオロズって何？へえ、精霊に仕える獣か。それを聞くだけでなんだかすごそうだな。ま、今回はみんなもいるし、俺たちだったらきっと勝てるぜ。そうだな。よし、他のチームに先を越される前に急ぐとしよう。おう！
ヤオロズレースも終盤に差し掛かりました。脱落するチームが増えている中で、イーサンの率いるチームは順調に進んでいます。さすが甘い評判で優勝候補と呼ばれていただけはあります。おっと、前方に先行するチームがいるようです。立ち止まっているようですが、何かあったのでしょうか。早速リポートしていきたいと思います。はーい、クラールチャンネル5ニュースキャスターのハルです。ちょっとお話を。だから何度言ったらわかるんだ。ここはこれまでの傾向を鑑みるに左に進んだ方がいい。そう言ってさっきは変なトラップに引っかかったじゃん。ここは絶対に右に進んだ方がいいって。あたしの勘は今回は当たる気がするんだって。すみません、少しお話を。さっきは君の言う通りに進んで手痛い失敗をしたのを忘れたのか。君はどうして右だと言い切れる。感覚に頼ってばかりいるから、いつまで経っても成長しないんだ。だいたいこの間の論文だって。今は論文の話なんて関係ないでしょ。あんたも多面的に考えすぎる割に、最終的には二元論化してばっかじゃん。ちょっと二人とも喧嘩してる場合じゃないでしょ。ゆうともボケーっとしていないで二人を止めなさいよ。わかったぞ。何？会を導いたというのか。ユウトはたまにすごい勘を発揮するから、それに頼るのもいいかもしんない。どっち、右と左どっちに行けばいいの。そっちはコース外だよ。さっきからうまそうな匂いがしてた。こんなところにあった。屋台の焼きそばじゃん。あんたは何がわかったのよ。残念ですが、ちょっとリポートできる状態じゃないようです。よう、ルミアじゃねえか。お前もこのレースに参加してたんだな。お兄ちゃん？もしかしてお兄ちゃんもヤオロズレースに？おう、ヒューガたちと一緒に参加してんだよ。そうだったんだ。よし、やってやる。今日こそお兄ちゃんに勝ってみせる。行くよユウト。焼きそばは後にして、今はレースに集中。わあ、引っ張るな。いや。
りゃなんだかよくわからねえけど大変そうだな。ですね。you
よっしゃ、俺たちが一番乗りだぜ。イーサンの率いるチームが一番にヤオロズステージまで到着しました。しかしヤオロズの試練が待ち受けています。この先どうなるのでしょうか。おい、ハル、カメラはここまでだ。ここから先は遊びじゃない。危ないから下がってろ。下がってろって、それじゃあなたたちの取材ができないじゃないですか。何言ってんだよ、取材よりも命の方が大切だろ。確かに戦いの場に足を踏み入れるのは危険かもしれません。でも戦いに命を懸けるように、私も取材に命を懸けているんです。これまで軽い気持ちでリポートしたことはありません。戦いの邪魔はしません。お願いです、私も最後まであなたたちに同行させてください。そっか、それがお前の信念なんだな。わかった、じゃあ俺たちの戦う姿をバッチリ撮ってくれよ。クラールチャンネル5のリポーターの名にかけて最後までお付き合いさせてもらいます。これはわらわは荒ぶる命と静寂なる魂を司るもの。これがヤオロズ、神獣と呼ぶにふさわしい威厳にあふれたオーラを感じますね。わらわは試練を与える。そなたの心の奥に眠る絆の力を示す。絆の力だって、何のことだかわからんが面白いじゃねえか。みんな行くぞ。
しむのたちよ、そのためにわらわの力神威を授けよう。これはわらわの魂は常にそなたらと共にある。この街も迷わず進め。この歓声をお聞きください。見事イーサンの率いるチームが神獣ヤオロズの試練に打ち勝ちました。そしてその手にはヤオロズの力の宿った武器が燦然と輝いています。ビッグスクープの瞬間です。なんとか勝つことができたぜ。絆の力とかそんな大層なものは見せられなかったかもしれないけどな。いえ、ヤオロズとの戦いを伝えたことで何かこの戦いの意味が分かった気がします。意味、はい、テレビを通して精霊祭で戦うあなたたちの姿を見てクラール中の人たちは気づいたと思うんです。絆の力の大切さに。なるほどな。もしかしたらヤオロズが30年に一度私たちの前に姿を現すのはその絆の力を忘れないようにさせるためなのかもしれないな。そっか、こうやってハルがリポートしていくのにも大切な意味があるんだな。ハル、よく頑張ったな。俺たちもこの戦いを通じて勉強になったぜ。はい、さて大注目のヤオロスレースはこれで閉幕です。大精霊祭会場からお送りしてきた特番もこれで終わりとなります。ここまでリポートしてきたのはクラールチャンネル5ニュースキャスターのハルでした。またお会いしましょう。30年に一度のヤオロズレースの模様はいかがだったでしょうか。かなり白熱したレースだったと思います。さて今回のリポートで私が選んだベストショットをお送りして最後にしたいと思います。今回のベストショットをピーク。